アドラーの部屋はい、えー、今回はですねいきましょう「誰かが始,、ま、始めなければならない見返りも承認も求めずにあなたが始めるべきなのだ」アドラーからのメッセージ「アドラーは幸せな人生を歩むためには他者や社会に貢献する生き方をすることが大切だ」と言っています。でも どんな評価を受けるだろうか認めてくれないかもしれないと気をもみ自分から行動できない人も多いのではないでしょうかしかしアドラーが説く他者への貢献はそうではないのです他人の評価がどうであろうとまず自分から始める自分がいいと思って貢献すれば他の誰でもない自分自身が満足できるそう考えたのです 新しい人生を歩み出す人にぜひ贈りたい言葉ですとこれは非常にいい言葉じゃないですかね。あのたこれ連続で撮ってるんですけど前回撮影したやつがまあそのなんだなんかあのなんだっけなこれライフスタイルに、うんそのうん、なんかコロナのせいにすんなみたいなね話をしたんですけどじゃあコロナのせいにせずじゃあ今の状況を受け取って新しいことをチャレンジしよう。 っって思った時にこれです、ね、そうそう始めなければいけないとでここでねいい言葉がこれなんですよアドラーが説く他者への貢献はそうではないのです他人の評価がどうであろうかまず自分から始める自分がいいと思って貢献すれば他の誰でもない自分自身が満足できるここね結構大事ですねうんこれはかなり大事だと思います僕がこの 僕別にアドラーを勉強したわけじゃないですねもともとじゃあアドラーをめちゃめちゃ勉強してたのかっていうとアドラーを知ったのはいつだうん「嫌われる勇気」が結構話題になった時に本を買ったぐらいなので結構数年前ですね。でそこから時がたって今年今年沖縄行った時にアヤさんっていう熟成さんがいるんですけどアヤさんが「吉田さん嫌われる勇気って読んだことあります?」みたいな。 いやあまあまあありますけどみたいなもう一回読んだ方がいいっすよみたいな「あものおはいみたいなで勧められてもう一回その勉強し直してるんですけどなんかうんおっしゃる通りだなみたいななんか勉強だから深く勉強してなかったわけですよでなんか深く勉強をすればするほどなんか確認してるみたいなあいいんだみたいな, <laughs> なんかいいのかみたいなうん だだから要はなろうなこれで言うならば僕のスタイルで言うならばその例えばその寝るだけの動画をアップロードしてみたりとかぼやくだけをアップしてみたりとかなんかもうあ他の人のことを気にしていたら絶対アップロードできない動画をアップロード僕はできるわけですよ。もしいますね。僕のののチャンネルの動画特殊でで多分これがここれがアドラーで言う その他者への貢献ですよねよくそう僕が価値を提供しようとかねギブをしましょうみたいなマーケティングのこの話をするわけですよ。だけど実は実は実のところは <laughs> そのマーケティングの部分も,もちろん側面としてはあるんだけれども結構ウエイトとしてはこれが多いですね。自分自分身を満足させるっていう 自分自身を満足させるってどういうことかっていうと僕はこの動画本数に関しては、まあ、100万本みたいな話ですよもちろん目的が変わっちゃいけない部分ありますよそのなんだ動画をバカバカアップしたから売り上げ上がらなかった意味ないじゃないですかね動画をアップロードしましたそれが目的になってしまって売り上げが上がらなかったら僕は飯食えないで,ですから YouTube の広告収入だけじゃ全然飯食えないんでなんで僕の場合は あのー、売上は作っていいかないといけないですよだけど、だけど売り上げを作っていかないといけないんだけれども、もう意味わかんない、この商品とかが全く関係ない動画をね、撮っていくわけですよ、アップしていくわけですよ。で、これできる理由ってもう、ここかなっていう、他者への貢献ももちろんあるっちゃあるんだけど、自分自身が満足できる、あ今日もいっぱいアップしたな、みたいな、もう100万本にちょっと近づいたかな、みたいな、あかります 僕 <laughs> 結構大きいですね自分自身だからよくねその人のことを気にせすぎると提供しなきゃいけないとかね価値を生み出さないといけないとかなんか始められないぞ。ですよだからここであのアンドラが言ってるのが誰かが始めなければならない見返りも承認も求めずあなたから始めるべきなのだとだからそ,れその動画をアップロードしてなんだ 稼げるとかそういうわけでもなく見返りがあるわけでもなく、まあ、とにかく始めろと <laughs> とにかくやってみろということなんですけどでもなんで,やれなんでやれないかっていうとここなんですよここです見返りと承認というかねあの認めてもらいたいとかあの例えばグッとしてほしいとかバッとしてほしいとかなんですよね。だその例えばそのグッとがいっぱいあるから頑張ろうとかね。 それってて他人のの評価の影響でで自分が動いいるわけじゃないですかこれ結構ねあの重要というかマーケティングで言うならば、まあ、そこは見るべきとこなんですけど何て言えばいいだろうな、まあ、行動心理的に言うならばですよ行動心理的に言うんだったらそのグッドとか評価がなくても動けるかって話なんですよ稼げなくても動けるか自ら動けるのかっていう結構ここがベースが大事なんですよね。 まあ特にネットビジネスなんかは初心者の人なんかは行動しても稼げないわけじゃないですか。じゃあこれ見返り求めてたらつらいですよ。こんだけやって、こんだけ労働したのに全然稼げないじゃねえかってなるんで、見返りのためにやってたらね。もちろん見返りのためにやるんですけれども、それが100%だとしんどいですよ。こんなにブログ毎日書いてるのに、こんなに頑張って、一日一本、一日一本、よし、できるようになった、頑張って動画撮ってるのに全然再生されない。もう見返り求めてたらできます <laughs> できないですよ、これ。 だから例えば自分の動画のスキルがアップあの編集スキルがアップしたとかなんだうんあ今日は本数アップしたとかそこに自己の満足っていうのをある程度見出していかないと継続っていうのが難しいのかなと思いますね。うんそう始,めな始めなければもう何も始まんないんで始められない人の多くは見返りを求めてる承認を求めてるってことですね。 うん、よく思われたいとかねだからノーーでででアップロードできないですよ台本ちょっとマーケティング寄りの話はちょっと割愛しますけどねマーケティング的にちゃんとなんかやるんだったら台本があった方がいいかもしれないですよ、ね、ちゃんとがっちり、えー、その気象転結みたいな見てる人の気象転結でもうがっちりまとめてがっちりねだから映画とかも台本があるじゃないですか。 ね、映画が台本なかったらぐちゃぐちゃになっちゃうじゃないですかで映画になるの難しいですよね映画が面白いのって台本があるからですよねストーリーがでそこにちゃんとあの役者さんがねセリフを覚えてしっかりそこに役に入ってくで映画っていうこの一つができるわけじゃないですかだからまあまあまあその話は置いときましょうだけどその行動を原理ですよね行動する上ではこの,あのなんだ見返りも承認も求めずあなたが始めるべきだっていうのは非常に大事かなと思います で始めて始められるようになったら考えればいいと思うんですよそのデータを見てねデータを見て分析して向上じゃあここもうまくいったからこうするとかこうするとかやればいいと思うんですけどほとんどの人が始められないので始められない理由はそこにあるかなと思いますねうんこれは非常にいい言葉だと思いますマジでうん アドラーは幸せな人生を歩むためには、他者や社会に貢献する生き方をすることは大切だと言っています。でも、どんな評価を受けるだろうか、認めてくれないかもしれないと、気温も気を揉み、自分から行動できない人も多いのではないでしょうか。しかしア、アドラーが解く、者への貢献はアドラーが解く、他者への貢献はそうではないのです。 他者の評価がどうであろうとまず自分から始める自分がいいと思って貢献すれば他の誰でもない自分自身が満足できるそう考えたのです新しい人生を歩み出す人にぜひ贈りたい言葉ですとこれは本当にいい言葉ですね、うん。はい、ということで終わります。では。